どうもスーです。ということで今私は宮古島に来てるんですけど、今日宮古島でね今から宿泊をします。それで気になってるホテルがありまして、最近ねオープンしたばかりのこちらの旅のホテルというねホテル、そちらをね皆さんに今から紹介したいと思います。皆さん旅のホテルご存知でしょうか？全国にね何店舗かありますよね。私まだ宿泊したことはないんですけども、こちら旅のホテル LIT 宮古島というのが6月の25日にオープンしたばかりで、かなりねまだ新築のホテルですね。あんまりこう知名度的にもまだ広まってないと、まあただ私はちょっと情報を仕入れてまして、こちらに今回一泊しようということで、ビジネスホテルのなんかリゾートバージョンみたいなそんな感じのホテルですね。こちらのホテルは宮古島では珍しい大浴場が完備されたホテルでございます。さすが宮古島ですね。ホテルの目の前にバナナがなってますよすごいな。入り口とかもすごい綺麗ですね。まあ、場所なんですが宮古島の中心街から非常に近くてですね、あと宮古島空港ですね、そちらも車でだいたい15分ぐらいで行けるというような高立地な場所ですね。お花がたくさんありますね。こんな感じです。さすがオープンしたてですね。ということでチェックイン完了いたしました。今回は701の部屋ですね、はい、角部屋ですそれでは中に入りましょう。ここから靴を脱ぐんですね。よいしょ。めちゃくちゃ明るい、こう日差しが入る部屋ですね。まあ、今回シングルルームということなんですが、ベッドは非常に大きいですし、こんな感じでソファーがあったりして、ここでもね一人寝れそうですね。で、大きなテレビがありまして、ソニー製のテレビですね。で、こんな感じで、ちょっと後で景色を見ます。で、空気清浄機があったりとか、まあ、こんな感じになってまして、まあ、もちろんベッドサイド、ね、USB とコンセントもありますし、同じものが向こうにもあります。あとですね、この洗面台とかが独特な作りをしているというか、ね、配置が珍しいですよね。入ってすぐの場所がこんな感じになってまして、結構広いです。で、こちらドライヤーとか、湯沸かしポットとか、アメニティもね全部揃ってます。で、下がタオルとか、あとこれ冷蔵庫ですね。あれ、こっちか。冷蔵庫からです。あとすごいのは、あの部屋にねちゃんと洗濯機がありましたね。ここでもうほんと長時間長期滞在できそうですね。電子レンジもありますし、それでこちらがシャワールームですね。はい、こんな感じになってて、あーすごいまたあのね、業者が納入したての新品の匂いがしますね。一応こちらのホテルね、大浴場もあるので、私はそちらを使おうと思います。それで、こちらがトイレですね。TOTOの新しいウォシュレットタイプのトイレがあって、トイレも結構広いですね。ちゃんとシャワールームと分かれてるので、ナイスですね。あとこちらにはこうデスクもありまして、テレワークとかするにも良さそうですね。座り心地が良さそうな椅子がドーンとあります。あとは部屋からの景色ですね。おー、めちゃくちゃいいじゃないですか。すごい、宮古の街が一望できますね。こちらのベッドの方の窓なんですが、こうやって見るとね、こちらからなんと有名な伊良部大橋が見えるんですよね。これはすごいわ。ということで部屋の紹介はこんな感じになりますね。なかなか素晴らしくて、やっぱ出来たてのね新築ホテルに泊まるっていうのは気分がいいですよね。それでこちらの旅のホテルね、あのどういったホテルなのかっていうのをちょっと調べてたんですけども、サンフロンティアホテルマネジメントという会社が運営してまして、皆さん多分ね聞いたことあると思いますけど、大阪にありますコートヤードバイマリオットね、あの大阪の本町ですか、そこにあるホテル、高級ホテルですよね一応ね、うん、そちらのホテルも運営してたりとか、あと個人的に非常にびっくりしたのが、あのセントレアの近くにありますあの春潤航空が運営しているホテルがあるっていうのを、ね、私レビューで昔出したことあるんですけども、このスプリングサニーホテルですけどね、そちらもこのサンフロンティアホテルマネジメントが運営しているということになります。一応共同ブランドということになってるんで、まあ、中国春潤グループと一緒に運営していると。あとスカイハートホテルも聞いたことありますね。あと皆さんどうだろう、あの日和ホテルとか知ってますかね、うん、結構ありますよね。東京にもあったりとか京都にもありますしね、大阪にもあるのか、うん、銀座にもありますね。こちらのホテルは今年の6月に、オープンしたばかりですが、今月ですね7月には長野の松本にもこの旅のホテルがオープンするということで、かなり
勢いのあるホテルではないかなと思いますね。それで今回の宿泊代金なんですが、朝食込みで2人で1万3000円ぐらいで、取れたりします。まあ日によってちょっとばらつきはあるんですけどね、まあ比較的このクオリティで料金は安めなのかなと思います。2人で1万3000円なんで、だいたい1人6000円とか7000円いかないぐらいで宿泊することができます。まあこんな感じですね。こちらのホテルの紹介は以上になります。この後ですね、こちらのホテルのスタッフさんがこのホテルにあります大浴場の説明をねちょっとしてくれるということなんで、ちょっと実際にね今から伺ってその大浴場の様子っていうのをお届けしたいと思います。ちょっと今回特別に許可をいただいて中をちょっと見させてもらうんですが、それで今から見るのは女湯の方なんですけどね、ちょっと皆さんにお届けしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと見させてください。すごいアメニティが充実してますね。こちらダイソンのドライヤーがあって、これ女湯の人、女湯限定のものらしいですけどね、男湯の方にはないみたいです。おお、結構す綺麗ですね。すごい広いですね。この男性の方が実はちょっと広いんですけども。そうなんですか、はい。まあ洗い場は4箇所っていう感じなんですね。それでこちらがホテルの中にあるレストランですね。朝食会場にもなる場所なんですが、今ちょっと特別に、ね、まだ営業前なんですが入れてもらいました。こんな感じでテラス席もあります。こちらのレストラン夜の営業もしてて、ここで食べることもできますし、部屋に運んでもらって食べたりすることもできると。で部屋で食べる場合は、まあ、アルコールのね、まあ、その規制の対象にならないということで、お酒も飲めますと今説明がありました。宮古島はとても夕日が綺麗ですよね。こんな感じでホテルの部屋から綺麗な夕日が見えます。いいですね。それで今夜はこちらで晩ご飯を食べようと思います。先ほどねちょっと知り合いになった、リスナーさんがいて、一緒にこちらですねお店で焼肉食べようということで決めましたんで、それでは中に入りたいと思います。すごい面白いことがあって、こちらのソフトドリンクがね380円でウーロン茶とか三品茶とかコーラとかあるんですけど、これね注文したんですよ。一杯ね普通頼むと380円ぐらいするじゃないですか。どんな感じで提供されたかというと、これなんですよ。めちゃくちゃでっかいジョッキと、これカルピス 1.5 リッターあります。でこちらの方はね三品茶頼んだんですけど、380円で2リットル来てますからね。やば、こんな初めてですね。このキムチもめっちゃ美味しそうですね。入れ物がなんか韓国のね、屋台の焼肉屋さんみたいな感じですけど、めちゃくちゃでかいです。やばいっすよね。しかもこんなペットボトルこんなたくさんもらえるとは思わなかったですね。いただきます。上ハラミになります。このドライヤーサロニアってやつで、なんか結構いいやつだった記憶がありますけど、違うかな。ということでもう今日はこれで寝ようと思います。ちょっと言い忘れてたんですが、こちらのホテルチェックアウト11時までとなりますんで、で朝食が朝7時からですね。で明日ちょっと早い時間にまた空港に行かなければなりませんので、もうダッシュで朝ごはん食べてチェックアウトしようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。それでは今から朝食を食べてチェックアウトしたいと思います。
ということで朝食こんな感じで持ってきました。こちらのホテルの朝食はこの味噌汁がすごいこだわっているということで、好きな具材を自分でこの器に入れて3種類の味噌から選んでこう作ってもらうということで、沖縄で、ね、定番のこのヘチマとかモズクとかあとスパムとかもあったりして、やっぱりねこの沖縄じゃないエリアの味噌汁と結構具材が違って特徴的ですよね。ヘチマですからね。あと沖縄料理も結構あって、私の大好きな人参しりしりとかパパイヤチャンプルもありました。まああと普通のソーセージとか、これは何なのか豚の角煮みたいなスチーカーとかいうのもありまして、でこちらグルクンの塩焼きですね。でこれ卵です。であとフレンチトーストとかパンもあって、もちろんねご飯もありますし宮古そばもあります。ドリンクも結構たくさんありますんで、こんな感じでかなりクオリティ高いと思います。それではいただきます。オレンジジュース、うん、美味しい。すごいね、器がめちゃくちゃでかい。味噌汁です。ラーメンみたい、うん、美味しい。すごいさっぱりしてますね。いただきます。うん、あ、めっちゃうまい。ということで、まあ、この後食べたらすぐにチェックアウトしたいと思います。ということでホテルチェックアウトいたしました。朝食めちゃくちゃ良かったですね。で、まあ、今回こちら宮古島の旅のホテル宿泊してみたんですが、今ね全国にたくさん展開をし始めてるところということで、こちらのホテルはまだオープンして1週間なんですけども、冒頭も言いましたけど宮古島に関してはね、大浴場のあるホテルとか宿泊施設っていうのがちょっと数が非常に少ないというところがありますんで、旅のホテルね選んでもらえれば大浴場ありますんで、今回こんな感じですね、まあ、オープンしてまだ1週間しか経っていない旅のホテル宮古島宿泊してみたっていう動画はこれで終わりたいと思います。皆さんよかったら感想をコメント欄の方に書いていただけたら非常に嬉しいです。あとはこの動画の高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上スーチャンネルスでした。バイバイ。